どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、最近ね、ポイントサイトで、ポイントがアップしているね、電気の乗り換え案件のね、解説、やっていきたいと思います。皆さんね、電力の自由化になってね、切り替えって行ってますかね。実はね、私もね、最近調べるまでね、結構遠回しにしていたのが、この電気料金なんですよね。まあ、私はというと、最近ね、楽天経済圏っていうのをね、勉強しておりまして、まあ私自身はね、楽天電気に契約しているんですけども、最近ね、ポイントサイトの案件でね、電力会社の乗り換えっていうのはね、ポイントがね、アップしておりますんで、最大ね、2万円分のポイントをもらえるっていうね、案件になっておりますので、ちょっと最後までね、見ていただいて、利用するかね、検討してみていただけたらなと思います。で、このね、電気の契約っていうのはね、まあ結構難しそうにね、思われる方多いと思うんですけども、まあ、私がね、東京電力から、楽天電気にね、まあ切り替えた時なんですけども、契約っていうか、まあこれネットでね、完結するようになっておりまして、申し込みまでね、多分ね、10分もかからないぐらいでね、まあ終わります。ですのでね、すごい簡単ですので、ぜひね、検討してみていただきたいんですけども、まあ今回はね、電力会社の切り替え案件というふうになっておりまして、先にね、注意事項いきたいと思います。まずね、この電力会社を切り替えるにあたってですね、結構心配される方ね、多いと思うんですけども、まあ停電とかね、電気の供給がね、悪くなったりしないかと。思われる方多いと思うんですけども、そんなことはね一切なくてですね、もし周辺地域がですね、まあ停電したらまあ一緒に停電すると思うんですけども、自分の家だけね停電するとかね、電力の供給がうまくいかないみたいなね、そんなことは一切ありません。で、電力会社を切り替えてね、もしその会社が倒産してしまったらっていうふうにも思う方いらっしゃると思うんですけども、まあ、すぐね電気がつかなくなるっていうことはありません。国にね、登録されている会社がね、電気をまたね、販売してくれるっていう形になります。またですね、この基本的になんですけども、この東京電力から、まあ、変えた方がですね、まあ、基本的には安くなることが多くてですね、まあ、今回はね、ポイントサイトの案件もそうなんですけども、まあ、キャンペーンなどをね、狙って利用していくのがね、まあ、とてもお得というふうになっております。しかしですね、一部ね、お得にならないパターンっていうのもありまして、これもね覚えておいていただきたいんですけども、電力自体のね利用があんまり多くない一人暮らしの方とか、またはねオール電化にされている方っていうのは結構ね一概に安くならないっていう風になっておりますんで、まあ切り替える際はですね、電力会社の方のホームページでシミュレーションっていうのがねできるようになっておりますんで、ご自身のね利用料金を見ていただいて確認していただければなと思います。またねマンションとかアパートようなね集合住宅の方でも乗り換えることが基本的にはできます。ですけども、マンションによってはですね、高圧一択受託契約っていうね、している、マンション等々もありますんで、そういう場合はね、個人でね、切り替えができないっていう場合もありますので、とか集合住宅なんかにね、お住まいの方は、まあ一応ね、管理組合などにね、聞いていただければなと思います。この電力の切り替えを行った場合なんですけども、まあ、工事入りますかっていうのもね、結構気になる部分だと思うんですけども、現在の期間ね、まあ、そのまま利用するっていう感じで、メーター自体をですね、切り替えっていう感じで、スマートメーターにね、交換する程度というふうになっておりまして、まあ、私自身もですね、東京電力から楽天電気に切り替えた際に来ましたけども、電気屋さんが来るんですけども、外のね、メーターを交換するだけということで、まあ、15分程度でね、まあ、終わるっていう感じで、もちろんね家の中にね入ってきて工事などはね一切行われないっていう感じになっております。で、今回ね解説するのはポイントサイトの案件という風になっているんですけども、もしねポイントサイトに関係なくただね電気を安くしたいっていう方もね、まあ中にはいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方はですね、価格 .com ってありますよね。あちらの方で、電力会社のね、料金比較っていうのが見れるんですよね。郵便番号などをね、入れると、自動的にね、安い、電力会社を算出してくれますので、こちらがね、まあ、とても簡単ですので、もしね、ポイントサイト等々関係なくね、電気、安くしていきたいという方はね、こちらを検索していただいて、まあ、ここで出てきたね、電力会社の、まあ、キャンペーンをうまく乗ってね、契約するのもありだと思います。
で、こちらね、価格 .com のね、電力比較のサイトは、動画の概要欄にね、載せておきますので、それもね、覚えておいていただけたらなと思います。ではね、今回の本題であるポイントサイトの案件なんですけども、私自身がですね、まだ使い始めて間もないポイントサイトで、ポイントタウンっていうところがね、今一番高い、案件で出ておりまして、三鱗電機っていうのがね、ポイントタウンのね、案件で、ポイントが高いです。新規のウェブ契約申し込み完了で2万円分のポイントがねもらえる案件というふうになってますんで、かなり大きいですよね。一応ね EC ナビでもこちらの案件あるんですけども、ちょっとねポイント数が下がってしまって1万6000円分というふうにね下がってしまいますので、ここはねどちらのポイントサイトを利用するかっていうのはね、お好みで決めていただけたらなと思います。ポイントターンがですね特に悪いわけではなくてですね、私自身がまだね利用期間が薄くてですね、問い合わせするチャンスとかはねないだけで、そこは覚えておいていただきたいんですけども、個人的に対応はね間違いないなと思うのはポイントサイト EC ナビの方だとは思います。で、またねこの三鱗電機っていうのはねおすすめのポイントがねありまして、この電力会社ですね契約期間の縛りがないんですよね。また、解約違約金みたいなのもありませんので、今回のね、ポイントサイトの案件で、利用するとして、ポイント付与が済んだらですね、またすぐね、切り替えても OK なんですよね。これもね、すごいおすすめのポイントで、今現在ね、利用している電力会社があったとしても、ちょっとだけね、この三鱗電機に切り替えて、ポイントもらって、また戻すっていうこともできますんで、そういう利用の仕方もね、全然ありなんじゃないかなと思います。もしね、この動画見ている方で、もう三鱗電機ね、契約してしまったっていう方もね、中にはいらっしゃるかと思うんですけども、次におすすめなのは、ループ電機っていう電力会社です。こちらもね、ポイントサイトの案件がありまして、ちょっとね、ポイントがガクッと下がって、ポイントサイトポイントインカムで、3500円分のね、ポイントが出ております。ちょっとね、ポイント数はね、少ないんですけども、こちらもですね、最低利用期間とかね、違約金もね、三鱗電機同様に、ありませんので、おすすめっていう風になっております。いかがだったでしょうか？今回はですね、ポイントサイトの案件の、電気乗り換え案件をね、解説させていただきましたけども、電力会社の変更っていうのはね、ちょっと面倒だなって思う方ね、いらっしゃると思うんですけども、もともとのね、この私で言う、東京電力っていうのはね、結構高くてですね、乗り換えたらですね、だいたい2000円ぐらいね、安く、シミュレーション出ましたので、お得になるケースの方がね、多いのではないのかなというふうに思いますんで、ちょっと面倒かもしれないんですけども、1分ぐらいでね、契約自体はね、できますので、ぜひね、やってみることをね、お勧めしております。今回ね、この三鱗案件だけで、契約だけでね、2万円分のポイントがもらえるということですので、ぜひね、積極的に狙っていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルなんかのね、情報を発信しておりますので、もしよかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にね、マイル貯めていけたらなというふうに思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。